グランプリ 150cc 個人戦アイテムスイッチあり CPU 強いマシンすべて4レースでよろしくお願いいたします。アイテムスイッチの内容はいつもと変わらず、トゲゾウキナー雷テレサでよろしくお願いいたします。動物の森よろしくお願いいたします。ファーストレース、ちゃうちゃう皆さん、こんにちは。シンクと申します。本日5月23日、キャラクターは動物の森の村人の男の子指定でさせていただいております。また、コースも、なんだっけ、コースも、出てこない。コースも動物の森指定でやってます。4レース中、4レースとも全部、動物の森式が埋まるかやってみたいなということで、はい、痛いやった、変な声出た、痛いよたたたたた、やっと大きくなった。8位ですね。8位その1、もうあ、やば、普通にこれはミス。よいしょ、あれ、コインいけいけ、キラー君に決めた。今ならなんかキラーがですね、2000何ぼやったっけあれ2000何ぼだったっけ、2000スネキチ商店って何ぼやったっけな、なんとかくんとか、ははん、痛い、あぶらーい。あれ、一人やたら早くない？気のせい。私の見間違いじゃないでしょうか。ゴールしてるんですが。いやー、間に合いませんね。森でございます。よろしくお願いいたします。さあ、次はどこに行くんだろう。お、季節は冬でございます。セカンドレースでございます。秋冬と来てますね。いいですね、冬です。冬のギミックどうなってるのか。あ、そっか、雪アルマがいるのか。あれ、アイテムねえな、私。またアイテムどこ行った。アイテムスイッチありのこのルールでアイテムがないのはすごく痛いです。死活問題なんです。痛いです。ちょアイテムください。アイテムを、アイテムもないし金もないし、1位はそこですね。どうも、そうなんだ。テレサの状態だったら雪だるま貫通するんだね。私初めて知った。よいしょ。さあ、6位、5位、4位、3位、あ、上位に入ってきた。さあ、ここでロングキラーが行きつつ1位発見。さあ、どうしましょうか。見えちゃった。
危ない。うわー、減る減る。あ、逃げるんだよー。いけるよー、やったー、やっと1位取れたよ今日最後の雷がでかかったね。動物の森、よろしくお願いいたします。サードレースでございます。秋率高いな季節は秋でございます。通常レースでも失礼いたしました。通常レースでもですね、同じことをやったんですけど、秋だったんだよな。なんでだろうね。そう、春夏秋冬って来ないね、なかなかね、難しいんだね。あ、やんなくてよかったのに。そこに落ちちゃったのね。持ってかれた。さあ、1位はあの位置。行きましょう。まだまだレースは始まったばかりですぞ。いけ、ちょ、早いです、早いです。テレサさん、仕事するの早いです。テレサさん、仕事がするのが早いでございます。さあ、コインをゆっくり取っていきましょう。ちょ、アイテム取れない。アイテムが取れないよー。痛ーい。痛い。引かれた。同じメンバー、同じコース。痛い。こんなに違うもんか。さあ、右側みんなテレサになっていないっすね。さてさて、キラーで皆さん走っております。よいしょ。もうちょっと引っ張ってもよかったかもしんないけど、いや、今だ今だ、行くなら今です。あれ、差し込んだの誰だ？あ、もしだ最後差し込まれた、惜しい。くっそ、今のいけると思ったのに。あ、動物の森、最後はどこでしょうかね。あ、ファイナルレース、季節は夏でございますね。夏いいよね。やっぱり動物の森ってやっぱ夏のこの雰囲気いいよね。どの季節でもいいんですけどね、割と。大外回りでちゃんとあそこ曲がりきれるっていうのを今日初めて知った。これはダメよ。急げ、そろそろアイテムが飛んでくる。あ、残された。痛い、もう痛い。ちょっと雷でございますね。いいですね。
アイテムはあんまりよろしくなかったわ。さあ当たっていく。さあファイナルレース、いくよー。よいしょ。3位その1、1位はピーチ姫ですね。いや今失敗したな。上位2人、まあでもな、しゃーないよな。なーなー、やらかちた。ちょっと待って、よし、マイペースに行こうぜ。マイペースに行こうぜ。やらかしたわ。最後グッズグズやった。あー、相手が取って参加していただいた皆様ありがとうございました。見に来ていただいた皆様もありがとうございました。よければまた次回の動画から生放送も見に来てください。ではでは、またね。はい、チャオー。